前回もだから儀式的な演劇やっちゃったってね。やっちゃった。あ、そうでしたね。やっちゃったっす。触覚の宮殿であったりと。やっちゃったっす。これ実は最近始めたかったっていうわけじゃなくて、割に30歳ぐらい、ちょうど和田さんぐらいの年ぐらいでやってた。うん。こういうテイスト。ちょうどあれですかね。まだ和田さん劇団で。最後の方か。最後の方。うんうんうん。だから、なんだろうな。なんか、何を言ってんだろうな。だからその、誰も、なんかすごい、すごい下の方でやってるんですよ、僕は。新しく積み立てていくっていうよりは、もう根の方を掘っていく。根の方の掘ってはいはい。そうですね。うん、前回の触覚の宮殿の作品、上演は一番最初に聞こえてくる声が、声というよりは、息を吸うっていう音だったりもしたじゃないですか。そうそう、だから今回も息だったりする、スタートが。うんうんうん、なんかそういう、最初の方の何かって、うんうんうん、すごくラディカルな根源的なものみたいなへの関心みたいなもの。そうです。その次は何かな、その次は何かなみたいな、息の次何かな、声だと思うんだけどね。ですね、うん、演劇に向かおうとしているっていうことも一番後ろの方から一番後ろの方からちょっと近づいて演劇に近づいていくっていう演劇に近づいてる。はいはい、なるほど、なるほど。確かにそういう関心かもしれませんね。そう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 。この動画撮る前に和田さんにはペンデディアの、今回のあらすじなどを書いた企画書を和田さんにお渡しさせていただいて、読んでいただいてということだったんですけど、和田さんからさっきお話聞いた中で、まずそのペンデディアという作品そのものについてちょっと面白そうだなっていうようなふうに言っていただいて、どの辺が面白そうだなと思ったのかとか、どういうものなのか少しお伺いできればと思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、ストーリーというか、やっぱり女性だけの軍団っていうのが、棟梁というか、みたいな人っていう存在がまあまず面白いなっていうと、その人のある種の何ですかね、衝動みたいなことが多分軸になってるんだと思うんですけど、まあ、とバラ祭っていうのが、作品のなんか戯曲の中であんまり具体的に言及されてるわけがないんですけど、バラ祭っていうもの、言葉としては出てくるけど、うん、こういうお祭りですよって言ってお祭りやってるシーンみたいなものはない、ないと言っていいかな、うん、なんかその存在っていうか、まあ要するにその女性だけのまあコミュニティというか国だと、まあ単純にそれだけだとその次の世代を再生産できないから、うん、まあ、男性をまあどうにかして引っ張ってくるっていう、うん、なんかそこが結構、まあ、私の関心にもちょっと近いみたいなところがあって、私が去年12月にシアター以外でさせてもらった義弁っていう作品、まあ、出産とか妊娠とかを扱っていて、うん、なんかそのバラ祭っていうかな、なんかその女性だけの軍団が、まあ、男性を狩るみたいなっていう話を、まあ、どういうふうに扱われるのかなとか、まあ、どういう、なんだろう、リアリティっていうかな、その作ってらっしゃる中の人たちのリアリティを、まあ、どのあたりに見つけてされなんか創作されてるのかなっていうのはすごい関心があります、うんうん、そうなの。なんか今そういえばそういえばっていう感じでふと思ったのは、僕は割とこう女だけの国の住民だなと思って。大さん本人がです。どういうことですか。そうなの。いや単純に家族とかで父親は基本的に家にいなかったので単身赴任とかなんだとかね。だから母親か妹か。でたまに来るおばあちゃんだよ。今も女しかいないなと思って。うん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 、妻、おばあちゃん、娘、そして私だから、そうそうだから女の国のだけの住民実生活がそうだ、実生活がそうだ、ね、それに今気がついたそうだなと思って、あれ、なんか影響されてるのかな、真相心理的な、なんかその関心があったからこそのあるかもしれない、あるかもしれない、女だけの国いいなとか思うもんね。そう。ただもちろんそれにはむちゃくちゃな無理があるから、やっぱ破綻するわけですけどね、物語として。うんうんうん、
で物語劇中なんかのに出てくるなんていうかアマゾネス側の人たちも、まあ、あのペンテージレイヤーを最終的に持て余すから、うん、どう持て余すかっていうとその原理主義的に走るペンテージレイヤーって感じかな。あー、なるほど。アマゾネス王国の伝統と格式みたいなこの分かんないけどあるべき姿みたいな、うん、理想理想なんかそういうようなものにこう過度に突っ込んでいくっていうところに他の人たちも勘弁してくれ感が出ちゃう。ちょっと引いてるみたいな。引いちゃう明らかに引いてると思う。で一方でそういう人を引きながらそういう人を作ってる感もある。祭り、そう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 両方本当にだから相矛盾する関係性みたいなものが同時に起こってる結びながらほどくみたいな、うんうんうん、そういうことが絶えず起こっている状態で、ペンテジリアとアキレスの愛の関係ももうなんか本当そんな感じ結びながらほどくっていうか殺し合いしながら愛するっていうか、うん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 、一緒にいようとするけど相手を消滅させようとするなんかそういうものに溢れた作品、うんうんうん、っていう感じがしますけどね、うんうん、だからその辺境のとか奇境なっていうかのに立ち上がったものが、なんか何かメジャーな何かとぶつかってるっていう状況でもあるわけ、うんうんうん、時に起こってるなんだろうな、まあ、力学みたいなもの。それがもう常に両面性を持っているとか常に矛盾しながら走る感じあるいは止まる感じなんかそういう戯曲だなと思って見てます、うん、でこのことはなんかそんな特殊なことでもないというかまあまあリアル、うん、まあまあリアル私たちのこの状況とかリアルな感じがするし、この街の状況なんかにもなんか僕はイメージが被ることがあるし、うん、日本の女王様そこはイコールじゃないかもしれないですけど、うん、なんかお妃がね我が国にもいますから天皇と皇后となんかそんなことのイメージも、うんまあ、走りますねこの戯曲を読んだ時に。で、あとはあれかな、まあ、こじつけみたいになっちゃうかもしれないけどでもそうでもないっていうかあの病気のあり方、うん、私は病気持ちだからその病気への関心もちょっと高いんですけど病気が突如自分の意思とは無関係に発生してしまって、うん、私という体のなんていうかな存在して駆動してしまうみたいなこともう似てる。でだからあのそういう意味ではコロナが突如静かだったものが突如に発生して瞬く間に世間を席巻してこれまでの力学をの変容を求めてしまうみたいな力、うん、なんかそんなものもペンテージレイヤーっていう戯曲が持ってるあるいはペンテージレイヤーが持ってる力と被るなと思うこともあります、うんうん、だからそういう意味では意思とは無関係なものだけどもでも一対になっているもので一体的な関係性を持っているもので私たちの声とは反対側の声かもしれないけども私たちの声のような気もするみたいな、うん、なんかそう本当矛盾が同時に失踪する感じ、うんうんうん、なんかそういう風に今の戯曲を見て面白いなと思ってたりします、うんうんそういう現代性みたいなものもクライスの作品の中に見えつつ、あ、そうそうそう、うん、そうね、うん、そうなんだと思います。うんうんうん、あのその中でそのもう一つ特にそのバラ祭を上演するっていうのはあえて上演しようっていうのは何か その中の関心とのつながりみたいなのはあったりするんですか？抽出したいなっていうそれは単純に表現への欲望かもしれないですね、うんうん、
何かこの長い2曲をギュッと抽出したい、うん、そのクライスが書いた2曲の中のある種の象徴みたいなものとして象徴を見つけ出したいっていう欲望みたいな、うんうんうん、それが今回の作品のバラサイであって、そのバラサイっていう中に、まあ、今お話しされてたようなこともある種象徴されてるっていうようなイメージが、そういうふうに思ったって、うん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 、そこにこの2曲の源泉みたいなものを見て取れるはずだって、はずだっていうことですね。うん、和田さんもう一つそのプレス、うん、企画書を読んでもらって、もう一つあの今回の出演者の皆さんっていうよりはそれぞれの個別の専門性を持った、うん、出演者のとの作品創作のプロセスについてっていうことの関心をさっきお話しいただいてたんですけど、まあ、和田さんもさっきおっしゃったみたいに、まあ、かなりそのいろんな人との共同、うん、新しい始めますの一つの共同作業があったりとかっていう中で、まあ、そういう意味ではちょっと似てる作り方もあるのかなと思ったりもしたんですけれども、うん、そうですね。だから私も最近 の劇場でやる作品で舞台美術を、まあ、舞台美術家ではなくて、まあ、現代美術をフィールドに活動している美術家にやってもらったりとか、写真家と一緒に作品を作ったりとか、まあ、音楽ミュージシャンと一緒に作品を作ったりとかっていう経験があって、やっぱりすごくその経験が、まあ、刺激的だったなっていうことは思っていて、うん、まあ、もちろん彼らはその演劇のことはそういう意味ではそんなに知らなかったりとか、その現場のなんかいろいろみたいなことをもちろんよく知らなかったりするんですけど、まあ、彼らは彼らの専門のフィールドでいろんなアイデアを持っていたりとか、演劇の中だけでは出てこないようなアイデアとかモチーフとか素材とかっていうのを、うん、なんですかね、提案してくれたりするので、まあ、それにこっちも演劇ならではの形でその彼らの専門性に応えたいなみたいなことがまあ起こって、まあ、なんですかね、そういう意味ではこうヒリヒリしつつ非常に興味深いクリエーションになるっていう経験があって、なんか今回も本当にいろんな、まあ、それこそ一人一つの専門性を持ってるみたいな、うん、ぐらいの方々と一緒にクリエーションされてると思うんですけど、なんかそれぞれの専門性とどう付き合いしているかというか、もちろんその演出家とか演劇とそっちだけじゃなくて、その出演者側にもいろいろインタラクションがあると思うんですけど、なんかそのあたりとどういうふうに進めてらっしゃるのかなというか。だから僕、そうね、前もなんかその話があったかもしれないけど、僕のあり方はあんまり変わらなくて、俳優さんにお話するときと、なんだろう、音楽家にお話するときと、まあ、もちろんその専門的な知識とかはないですよ。例えば音楽にしても美術にしてもそういうのはないけど、関わり方っていう意味においてはあんまり変わらなくて、で、その今もその話、今和田さんの話を聞いて、別のジャンルの人たちのアイデアって面白い、確かに面白いじゃないですか。で、僕もそういうことを見て、演劇とか俳優とか、なんかいろいろ考え直すみたいなことをやってるわけですけど、それは多分、だから分業化していったから、それぞれの専門性が高まって、それぞれの技法があって、うん、で、それで差異が出てきて。で、一方で話してたら、割とこう、なんていうかな、ベーシックなところではすごく共通するようなこともたくさんあって。うん、で、これも、なんか突き詰めたら、なんか、みんな結局同じようなところにいたはずだってイメージもあるから。それはさっきのね、この話。そう。そうここに行こうとするとみんなそこに行くみたいな。みんな結局土だからなんか表面的ないろんな人がいると演劇のスタイルとして新しいみたいな見えてる、うんうん、そういう見え方もするかもしれないけど、なんかでも遡ったらなんかねえ、むちゃくちゃなことやってたわけでしょ、おそらくもうガチャガチャなんだよそれみたいな。まあ
まあでもそういう意味ではもう演劇もなんかもう儀式で音楽もあって踊ってて、うん、歌っててみたいな、まあのがそもそもの起源というか、うんね、ところにありますよね。そう、近代になるに従って分業化していったっていうことの歴史があると思うんですけど、だからそうね、なんかそういう意味でもだからそういう座じゃないと考えにくいんですよね、うんうんまあ、領域横断的なことっていうことのお話だと思うんですけど、まあ、領域が横断できるってことははっきり区切られてるからっていう、まあ、ことでもあると思うんだけど、その、まあ、そもそも劇場っていうか、あの舞台芸術パフォーマンスというものであって、もともとこんなに多分壁がしっかりするところでやってるっていう歴史の方がどちらかというと短いだろうなっていう、うんうん、最近の話よ、もう本当に近代の話ですから、なんかまあそういうその区切りみたいなものがある程度はっきりした中で、まあ、もう一回その区切りを取るっていうような試みだったりが、まあ、今回の作品なのかなっていう話を聞きながら、うん、演劇でも本当ね、うん、なんか演劇は概念的にはすっげえ広いじゃない、うん、あそうですね、はいはいはい、私たちのリアルな演劇のできることはちょっとしかないかもしれないけど、うんうん、演劇は概念としてはめちゃくちゃこう、うん、大きいって、うんうんうん、そうですね、うん、あの農協現代って演劇だし、うん、あの現代演劇だって演劇だし、うんうん、その広さみたいなのをもう一回確かめたいみたいな、広さ確かめたいまあでもそれもあるかもね、それもあるかも、うん、なんか、うん、これが演劇でこれは演劇じゃないとかっていうこと自体がなんか成立するのかなっていう気もする、うんまあ、今ダンスで喋るとかも当たり前ですしね、うん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 すごい、それをやろうと思ったらすごい線引かなかったそれって、そうですね、一回ピチッと一回全部要件を整えるじゃん要件を整える、俺のうちいくつかみたいな、そうです演劇の構成要件みたいなでもその演劇の構成俳優出るとかです、俳優出るとか、俳優出るとか、わかんないけどね出てないぞ本当だってすごい概念が書く、そのこあの演劇の概念拡張するっていうか、もともと拡張しきっちゃってるっていうか、うん、初めからそうだったっていうこと、初めからそうだった気がするんだよ、それを狭くしていく、焦点を当てていく、うん、なんかそういう過程はあったのかなって、いいお時間になってきましたので、はい、この辺りで締めようと思うんですけれども、はい、和田さんなんかあの宣伝というか、この後こんなことしますっていうのがもしあれば、コロナ自粛期間にあのシアターインライン京都で上演をさせていただいた、本当に大事なことはあなたの目の前では起こらないという、まあ、作品があるんですけど、うんまあ、それをその上演を振り返るトークみたいなのを、その本当に大事なの劇作をされた岸井大輔さんと、あと、まあ、出演してくださった方のうちの何人かと、まあ、私でオンラインなんですけど、おしゃべりする会というのを、やりますので、まあ割と特殊な上演だったかなという気もしますし、まあ、私にとっても、まあ、すごい新しい挑戦でもあったので、まあ、ご覧いただけなかった方にもぜひ聞いていただきたいなと。それ福森さん知ってる？知っていると思います。あ、じゃあまた、はい。なんかいきなり仕事の話するとか、それなんか劇場でも広報します。今で言います、ね。いや、でも切りづらいんで、ここに使います。すごいなんか、はい、まあいいけど。そうそう、コンティニューっていう、はいはい、タイトルで、はいはい、ショーケースっていうことを本来は今年の5月に上演予定だった。で、和田さんの演出作品も、あの4つあるうちは和田さんにもあの1つ作品出していただくっていう、でこれを続けていく、舞台芸術を続けていくってことはどういうことなのかってことを上演通じて考えるってことで、20代の若いカンパニーからまあどうだろう40とかの中堅っていうかっていう、割とそういう幅で、まあ、あのアーティストに集まっていただいて、でまあいろいろとこう議論しながらも作品を作っていくっていうことで、で続けていくってことは何かと考えたい、でコロナになって、まあ、さらにもっと続けていくことじゃないかってことをもう一個なんかテーマが乗っかって考えていくっていうことになっちゃって、でそれで来年に持ち越しになったわけですけども、いわゆる本番みたいなものは、
でもその間でもいろいろと毎月割とね議論したり公開じゃないけど、うん、であるいは小さなあの演劇作品の上演とか試みってことをこの夏にね、うん、あのやっていただいて、和田さんにはその、あの岸井大輔さんの作品をあの私たちの劇場のロビーで上演する、うん、お客さんが来たら受付に入れません、役者が今劇場の中でとっても大事なことをしているので、人には見せられないのでついてお客さんお帰りくださいみたいな考えてもらわなかったです考えてもらわなかったですがなんかそういう作品があるんですよ、はい、それを本当にロビーでやって、うん、で本当に俳優さんはあの劇場の中にいて、はい、私たちの知らない何か大事なことをしてっていう面白いですよ、はい、これ振り返る回がある、はいはい、ぜひそちらも皆さんあのお越しいただければと思います、はい、というわけで今日和田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。女の国家を打ち立てよ、自分たちにふさわしい王を定め、自分たち自身にのみ従い、自分たちの身は自分たちで守ることにしよう。そして女王をタナイスとする。この国を目にした男の目は即刻永久に閉ざされねばならない。そして暴君どもの口づけのせいで男の子が生まれるようなことがあれば、その子は即刻オルクスへと、その闇な父どもの後を追わせてやらねばならない。これらの定めの勝者として偉大なタナイスに王冠を捧げる儀式がアレスの神殿で執り行われることになり、神殿はすぐに取った返す人の波でいっぱいになった。儀式が最高潮に達し、スキタイの国に歴代の王に伝えられてきた大きな黄金の弓を着飾った祭司長の手から受け取るべく、祭壇のキザ橋を登り切った時に女王はこう言い放ったのです。このような国は男どもの嘲笑を誘うばかりで、戦い好きの隣国の民の襲撃を受ければたちまちその軍門に下ることになろう。